違う、今のはこの子が赤信号で道路に出てきたからだ。でもあんた電話をかけながら運転してただろう。君、頭を打ってるかもしれないからあんまり揺らすんじゃない。大きなため息ね。
でも、そうね、救急車で運ばれるのは予定外だったけど、でもおかげで歩かないで病院まで来れたし、今回の検査のついでに目の方の検査も受けられる。私、春地下に愛されてるのね。生命の尽くすくらい。